こんにちは。えー、今回は、えー介、介護現場に復帰で40万円、えー、2年働けば、免、免除、返済免除ということでね、えー、再就職貸付を全国展開へということで、えー、ヤフーニュースに出てましたので、えー、速報ですね。 6月15日、10時1分配信をというね、えぇ、ー、行っております。えぇ、ー、何のこっちゃか言うたら、えー、なんか二次補正がとったらこったらね、またそのコロナの影響でどうのこうので、えー、厚生労働省は、全国の介護現場に復帰する経験者に対して、 最大40万円を貸し付ける方針を固めた。えー、ということでね、えー、もっと、もう、かい、もっとヘルパーサインかな。えー、現在は、あのー、介護をしてない人も、えー、してない人が、えー、介護の現場に復帰することに対して、えー、40万円貸しましょうということですね。 で、その後2年間介護の仕事を続ければ、返済は免除する。だから、解散でいいことですね。えー、元ヘルパーさんないし、えー、元ヘルパーさんが、えー、介護の現場に復帰されたら40万円貸しますと。で、その後2年間、えー、勤めたら、えー、返済は免除するということですね。ということです。だから今、ね、 なんだか事情で、私なんかそうですね。辞めたばっかりですね介護事業者ですよ。だからこれまた現場に復帰したら、40万円貸してくれることでしょう。で、2年働いたら、解散でいいこと、みたいですね。ということで、まあ、ここ読んだだけではね、その、経験者でね、これなんかどっかに書いてますんで、なんか、 経験。経験者でないとあかんやってね。その資格持ってるだけやあかんみたいなんですよ。えー、一年以上、ここにね。現場経験が一年以上ある人。現場経験一年以上ある人ようで、そんなにどうやって証明するんかなということですよ。まあ、その辺ね、ご存知の方教えてもらいたいし、えー、また、詳しくどっかに書いてるんでしょう えー、まあ、そこ疑問やね。そんなん嫌ですやん。前の会社行って、ちょっと証明してくれとか言うんね。あと、何やら疑問なのが、えー、2年間の、二年間介護の仕事を続ければ返済免除はわかるんですけど、まあ、すぐ辞めたら、 すぐ辞めてもいいんかっていうことで、まあ、40万は借りれるんやろね。で、仮にすぐ辞めたら、まあ、あのー、金利ついて返すいうことで、いいんやろね。あと、2年間介護の仕事を続ければ合いで、その、同じ事業所に2年間続けてなのか、仮にすぐ辞めてもらっちゃうとこ行っても、 合算されて2年間とかね。そんな辺もちょっと、どういうことでしょうかね。まあその、2年間が、2年で2年間なんか、6ヶ月3ヶ月空いて、6ヶ月3ヶ月空いて1年みたいな。で2年になってもいいのかとかね。そんなのはどうなんでしょう。はい。でね、これ、 見たらね、もうすでにあるんですよ、こういうの。これ大阪で見たらね、これ大阪府。介護福祉士等修学資金貸し付け言うてね。これ見たら平成21年度から実施しています。言うて、もうこんな早う。まあ、平成、え平成で言うたらもう32年か33年でしょ令和2年。だから10年以上前からやってるんやね。 そんなん全然知らんかったよね。要は、これ、介護福祉とか、社会福祉士に、えー、目指してる人は、その、いろいろ、お金が、貸してくれることやね。みたいそれが、まあ、これ、大阪なんですけど、これも大阪やね。えー、介護福祉応援貸付金とかあるんですね。 えー、これも、まあ、なんや、お金、貸し増して、貸付希望者。お金貸し増して貸付希望者お金貸しますていうことやね。ということですわ。月なんぼとかあんねんね。月五万円、準備金二十万。生活費加算とかか、ね、あんねんね。 そういうことですわ。はい。これは、ちなみに大阪やね。大阪福祉人材支援センター。最終職員貸付制度。ね。いろいろあるいうことですわ。それが、まあ、このヤフーのニュースによると、えー、全国展開。ここに書いてあるね。同事業は2016年。2016年 ?2016 年かね。 21年間2016年、いや、ちゃうし、みたいなね。まあまあ、いろいろよ、14都道府県でやってるこっちゃね。それが、今回、全国で一律40万円引き上げることを決めたいことやね。貸付実績は596人少な。っていうことですわ。はい。だからまあ、あのー、 元ヘルパーさん言うたらいいんかなあの、介護の資格何やら持っとって、えー、介護をしとったんですけど、何らかの異常で一旦現場から離れてると、今は何もしてないとか、他の仕事してるとか、あると思うんですけど、そういう人がまた介護の現場に復帰するって手上げたらもう40万円貸してくれることですね。ほんで、まあ、2年間その介護に、 介護で働いとったらその40万円は返さでいいことです。これはええー、話は思いますよ。はい。ですね。はい。私も落ち着いたら行こうかな。社会、えー、社会福祉の取りに行こうかな。みたいな。はい。そんな感じでございます。また。 ぐだぐだ、あれやね。グダグダで申し訳ないんですけど。はい、以上でございます。失礼します。ありがとうございます。チャンネル登録、お願いします。